反応種発信どうぞ。今回はデュエルガンダムと替え死にだけど最終決戦まで生き残った挙げに大活躍する機体かっこよすぎるについて語るネットの反応集をまとめていきます。とその前に、このチャンネルではガンダムに関する面白い話題や考察の反応集をまとめていきますので、チャンネル登録がまだの人はぜひ今のうちに登録をお願いしますね。それではみんなの反応集をどうぞ。皆さんの意見もぜひコメントしていってください。デュエルガンダムとかいう GATX シリーズの最初の機体なのに、第二次夜勤部へ攻防戦まで戦い抜いた名機。一番旧式のガンダムなのに改造できて最後まで活躍できたやつ。改造プランはザフトだけどな。それでもブルデュエルとかは参考にしてそうではある。硬い PS 装甲の上から無駄に重い通常装甲をつけたアサルトシュラウド。軽量高機動機に分厚い通常装甲をつけたフォルテストラ。多重装甲の無駄省いて重装甲一本でいったブルって感じ。アサルトシュラウドは実は装甲強化が目的じゃないやつ。PS 装甲があるから装甲を増やす意味ないし、武装の選択肢を増やすのとスラスター追加で宇宙空間での機動力を強化。なお所詮は地球の砂漠。軽微な攻撃はシュラウドで防いで、PS 装甲のエネ消費を抑える意味もあったはず。バッテリーを追加装甲に回してるから装甲は逆に低くなってるんだっけ。こいつ用のアサルトシュラウドは強奪から一回もプラントに帰ってないガモフ内で作ったのがやばい。GATX シリーズすべての層。コズミクイッタファーストガンダム。なんかで見たトリコロールのデュエルはマジで主人公機やれるかっこよさだったからな。素でかっこいいに決まってんだよ。マスクのスリットとインテークの黄色すごい。ストライクの後継機と言われてもおかしくない主人公パワーに満ち溢れてる。ここから改良されてストライクがってのが想像できていいな。デュエルの長所って何？ない。通常状態だと一番身軽程度。デフォでビームサーベル持っている。後発のストライクがバックにビームサーベル、本体にはアーマーシュナイダーなんだよね。電池空から PS ダウンしても使える実体験持たせるカーみたいになったのかしら。似たような武装構成のアストレイも同じ理由で、メインを実体験や実弾武装に切り替えていってたしな。初期はビームサーベルだけでも割と電池食ってたっぽい。長所もないけど PS 装甲とビームライフルのおかげでザフト相手には無双できそう。何が長所？と言われるけれど、最初に作ったんだから、PS 装甲とビーム兵器持ってること自体が長所でしょ。連合モビルスーツの基本形となるべく作られた機体としてだから、役目は果たしてるよな。デュエルシンプルで好きなんだけどな、どうしない？デュエルガンダムのシンプルイズベスト感が好きすぎる。肩書き六角形っぽい感じのデザインが好き。かっこよさ重視のアレンジで六角形のバランスを崩すやつ嫌い。横じゃなくて縦に長いシルエットの型ってなかなか珍しいし、個性的で良いよね。装備がビームライフルとサーベル2本とシールドしかないのが、潔いくらいシンプルすぎてすごく好み。すべての基本になった機体だから、イーゲルシュテルン、ビームライフル、グレネード、ビームサーベル、シールドといった基本的な MS 装備は備えてるんだよな。しかも基本形だから余計な飾りもないから、アサルトシュラウドのような追加兵装も違和感がない。もともとアサルトシュラウドはジンやシグー用に開発されてた。バズーカもあったんだけどアストレイキンが持ち去ったからな。あれって最初からコピーじゃろ？コピーじゃなくデュエル用のを持ち出したであってるよ。デュエル用を調整もせずに無理やり使ったから、右腕が故障して切り離さざるを得なかった。ストライク水中戦でバズーカ使ってたが？ストライク用バズーカとデュエル用バズーカは別なんだ。デュエルの HGCE もしくは RG はまだかな。劇場版でデュエルマーク2とか出して、核動力になってても良いんやでバンダイ様。乱入からフォビブン撃破の流れは種屈指の名シーンだった。フォビブンやった時はおおってなったの覚えてる。
最終話で爆炎の中からアサルトシュラウド脱ぎ捨てて、飛び出してくるシーンはシードで一番好きなシーンだ。シャミって最後がネタにされてるけど、あの極限の場面でアサルトシュラウドをパージして切り込むイザークの技量を褒めるべきだと思う。普通あんなの直撃したら誰でも勝ちを確信してしまう。イザーク好きだったのに、中盤までのカマセイヌ感見てて、このまま活躍せずに終わるのかなーって正直思ってたから、最後アサルトシュラウドパージ特攻してホビブン打ち取ったシーンでクッソムシャブルイして涙出た。爆炎の中から奇襲かけてできた隙をうまくついた人たちで、ホビドゥンの近接戦闘武器、カッコカマ、ワン武器艦砲、を無力化してるのはお見事としか。技量もだけど度胸もあるなイザーク。視聴者もあのシーンでは、デュエルが撃墜されたものと一瞬思ってしまっただろう。こんなやつに。やっぱレーダーの倒し方いいな。デュエルでもバスターのキャノン使えるのかと思ったけど、直前まで持ってたからエネルギー充填されてるか。手にエネルギー送るコネクタついててそれは共通だから使える。最終決戦のフェーズシフトダウンの描写好き、全部出し切った感あって、レーダーとホビブンを撃破する見せ場があって、初期 GAT で唯一原型を保ったまま生き残るのはいいよな。こいつかっこいいわ。どっちもかっこいいのが卑怯。かっこ褒め言葉なんだよな。パージして肉薄、そいつを貸せ、ほんまかっこいい。最終決戦での活躍がなければここまで好かれることはなかっただろうな。あの盛り上げ方はほんとすごかった。最後まともに動けるのがこの機体だけだったのもいい。アークエンジェルで補給受けてストライク盾で再出撃するデュエル好き。デュエルがストライクの盾とライフルを装備した姿いいよね。夜勤でストライクのライフルとシールドを持つ姿に、エクスタシーを感じるのわかる。当時のフルカラーがシャポンで初登場した時のデュエルって、設定がまだ固まってなかったから盾がストライクと同じ赤色だったんだけど、最終回でまさかの原作再現になったという。ディアッカの取りなしがあったんだろうな、とか経緯を考えると楽しいよね。敵同士がお互いわだかまりを飲み込んで一時的に協力するシチュエーション好き。強化型はノワールの次に大好き。活躍はブルデュエルガンダムとかいうかっこいい犬の餌。犬に食われて泣き叫ぶ女の子、いいよね。アサルトシュラウドといいブルといい武装の強化が半端だよね。アサルトシュラウドはプラント側の設計なのでしょうがない。ブルはその走行パージ機能残しておけば、ワンワンされずに済んだかもしれんのにな。これに関してはミューディが雑魚すぎる。お前よくファントムペインにいられるな。デュエルの話になると好きあらばブルデュエルがワンワンされた話出すのやめろ。いかがでしたでしょうか。私もデュエルガンダムの最終決戦でホビドゥン、レイダーを撃墜するシーンは、シードでも1、2を争うくらい好きなシーンです。皆さんの反応もぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、あれに出ている他の動画もご覧ください。